それでは我らの松井一郎幹事長から一言いただきます。ありがとう。皆さん本当にね、寒いね、この12月のこの土曜日のこの夜にね、この時間帯、本当にね、本当はもっとね、ロマンティックなそういう夜を過ごすときに選挙になりましてね、皆さん、大勢の皆さん、こうして立ち止まっていただいて寒い中聞いてもらえる、ありがとうございます。もう少ししかね、時間はありません。こうして街頭で訴えできるのは、要はね、まあそのね、ちょっとこの土曜、12月の土曜日にはね、似つかわないね、不粋な話ですけど、お金の話ばっかりになりますけどね、皆さん、今なんとなく自民党、とりあえず自民党、そんな雰囲気でね、ずっとこれ、北は北海道、南は沖縄まで、そんな空気が流れております。でも皆さん、はっきり言いますけどね、自民党では改革できません。皆さんのね、増税増税ばっかりでね、この国を豊かにすることは厳しいと思います。なぜなら、税金の使い方、間違ってるからです。皆さんまたね、橋本市長からも、橋本代表からもね、話あるかもしれませんけどね、要はこういうことなんです。皆さん、総理は、まあアベノミクスで景気が良くなるから、今は大きな企業、大企業と株を持ってる人たちだけですけどね、もうちょっとしたら、広く国民にも行き渡りますよ、ちょっと待ってね、こういう話をね、今されております。いや、ちょっと待つのはいいんですけどね、ちょっと待つよりももう一つね、消費増税もそれじゃちょっと待ちたいんです。皆さんがね、負担をこの 2%、2年後には 2% 上がる、消費増税もちょっと待ってねと我々は言いたい。なぜならばね、皆さんが今年の4月、消費税増税、3% 増税されてね、その消費税を増税する理由、理屈としては、高齢者の皆さんの医療、福祉、年金、介護、こういうところにね、これからお金かかるんだよ、少子化だから、子どもたち、次の世代にね、負担ばっかり押し付けられないから、みんなでちょっとずつ増税して、皆さんで一緒に支えてくれ。こんな話でしたけどね、どこ行っても、全国どこ行ってもね、聞くところによるとね、消費増税、今、増税されてもう8ヶ月経ちましたけど、高齢者の皆さん、年金どうですか、上がりましたかって僕が聞いてもね、下がりました、この話。高齢者の皆さん、医療受けのその負担減りましたか、減ってない。皆さん、要はね、消費増税が、4月になされて8ヶ月経過をしてるけども、皆さん、消費増税による高齢者の皆さんの社会保障は充実はまだしておりません。じゃあそのお金どこ行ったんだろうな、こういうことでちょっと考えるとね、皆さん政治家って怖いもんでね、皆さんにはね、そのお金の行き先を隠したまま言ってはいません。皆さんね、この4月に消費増税 3% 税金が上がってね、そして5月に圧倒的に給料が増えた、そういう人たちがいるんです。それは誰か、皆さん、国会議員ですよ。井上秀孝もその一人だったんですけどね、もちろんね、井上秀孝はそれはダメだよとこう言いましたけど、皆さんね、相手自民党、公明党、多勢に無勢でね、圧倒的に数がある。そしてそのね、中で皆さんには4月に増税をしてね、5月に国会議員の皆さん、自民党、やってはならないことをやってしまいました。皆さんには増税で自分たちの給料、国会議員の給料はね、月25万円アップ、要は年収 20% アップ、1600万から2000万に自分たちの給料ドカーンと上げた。こんなことやってね、皆さん、税金の使い方おかしいんじゃないですかということなんです。逆です、逆。今、まあ橋本代表来ましたけど、大阪市長、僕も幹事長ですけど大阪の知事、府民の皆さんにね、大阪もずっと赤字でしたから、いろんな借金積み上げてきた。
それなんとか解消しよう。じゃあ役所の姿を変えていこう。役所にも厳しいことを言おう。そういうことでやってくる中で、一番最初にね、やらないかんこと、役所にね、職員に厳しいことを言う限りね、職員のトップでもある知事や市長がまず身を切って、そこから役所の改革しないとできないんです。だから今僕も橋本市長もね、報酬 30% カット、就任以来ずーっとやってますよ。3年前にね、ここでダブル選挙でね、皆さんに約束をした。大阪を再生させる、大阪の経済を活性化させる、そして無駄遣いをやめる、大阪を一つにする、その約束をしてきた。大阪都を作り上げる、その約束に向かってね、まず役所の体制、役所のね、まあそういうこう生ぬるいところをね、ズバーッと変えるためにね、僕らが一番最初にやったのは、まず自分たちの報酬カットです。 30% 報酬カット、そして退職金は 85% カット。大阪府議会もね、皆さん21議席定数カット。皆さんね、このね、21議席の定数を減らすっていうのは47都道府県でも初めてです。これだけやったのは 20%。 これでね、約府民の皆さんの税金6億円ほどね、また皆さんに還元できます。 20% の定数カットと3割のね、報酬カット、こういうことをね、やって、この国の財布、財源をね、見つけていかなければならないんです。増税増税増税では、これ府民の皆さんの生活苦しくなります。知事の仕事として一番大事なことが、府民の皆さんの生命、財産、生活守る。 30% なんてね、そんなような増税になってくると、消費税、これそのぐらいしないと、今のままのね、ダダ漏れのね、税金の使い方ではね、10%、15% では足りないから、30% ぐらい、そのぐらいの消費税増税が必要になってくる。そんな増税になるとね、皆さんもう生活はできません。だから、僕たちはまず、今大阪でやってる役所の改革、政治の改革、こういうものを、あとの46都道府県でもね、やっていきたい。それをやろうやろうと言い続けたい。言い続けるためには、維新の会、ある一定の勢力をこの国の国政に持たせてくれないと言い続けられません。大阪でいくら言ってもね、やっぱり霞が関、永田町でね、そういうことずっと言わないと、全国津々浦々にはこれ届かないわけです。それをやらせてほしいというのが今回の主張なんです。皆さんね、本当に厳しいね、この厳しい厳しい戦いになりました。最後はもう皆さんにね、最後決定していただくしかないんです。今のように慣れ合い、ぬるま湯もたれ合い、政治改革はなし、役所改革もなし、永田町霞ヶ関は慣れ合い、ぬるま湯もたれ合い、天下り先はどんどん作る、それを解消しようなんていうね、気概を持たない、そういうような政治のままでいいのかね。大阪でやってきた改革を一度全国に広げていこうよ。そして役所の形見直していこうよ。税金がちゃんとね、皆さん方に向かって使われる。要は国会議員と霞が関の役人が皆さんの税金をね、パクパク食べて、それでおしまい。そんなことにならないね、そういう風な日本の国を作っていく。そのためにはね、まあね、先ほど井上候補も言ってましたけど、一挙に政権取れませんけどね、それを言い続ける、言い続けることによってね、国民一人一人の皆さんにね、いや、そういう形に変えようよということがね、どんどん伝わっていく。言い続けて、そういう伝えていく、その勢力としてある一定、この維新の会の、維新の党のね、勢力を国会で維持させてもらいたいんです。皆さんお願いしますよ。もうギリギリのところなんでね、ぜひ今日は大勢の皆さん、この寒い中立ち止まってくれてるんですから、皆さんがね、あと明日の投票箱閉まるまでにね、
本当に5人10人声かけてもらう。そしてまたその人たちに5人10人に声かけてよ、そういう声かけをしていただいて、横に横に広げていただいたらね、なんとかね、井上秀隆もなんとかね勝てて国会へ返すことができます。皆さんの力が必要なんです。皆さんぜひこの大阪で育っていただいた大阪でね、そういう維新の火を大きくしていただいた、その火を消さない、そして全国にその火を広げていく、そのぐらいのねことをね、我々にぜひやらせてもらいたいんです。お願いします。もうちょっとしかね活動はできないけど、明日の投票箱閉まるまで時間はありますんでね、ぜひ皆さんの力を、橋本徹、松井一郎、井上秀隆、皆さんとね真正面から向き合って政治やりますから、皆さんの力を結集してください。お願いします。ありがとうございました。